皆さん、こんにちは。第2回目となる今回は、ソ連が開発した戦車、T-54、T-55 の見分け方を紹介していきます。次は戦車の解説か。ところで、茜ちゃん。これまで、最も多く生産された戦車って何が知ってる？作りやすい小さい戦車やないの？そう思うよね。実はそうではないんだよ。人類史上、最も多く生産されたと言われているのが、今回紹介する T-54、T-55 だよ。T-54、T-55 は、名前は違うものの、双子のように似た形状をしており、見分けることが難しい戦車と知られています。今回は、この2つの戦車の違いを、一緒に見ていこうと思います。前回と同じように、茜ちゃんには見分けテストがあるから、しっかり見ていてね。任せとき。全問正解してやるで。最初に、二つの戦車の歴史から紹介していくね。T-54 は、第二次世界大戦中の1943年に開発された中戦車 T-44 の発展型です。随分古い時代の戦車やな。T-54 は、1944年の夏頃から開発が始まり、同年10月頃には T-54 と呼ばれていました。T-54 の最初の試作車は、1945年1月、つまり、第二次世界大戦が終結した年に完成したとされています。ただし、これは2号車とも言われており、別の資料では、1944年末に1号車が工場内でテストされたという資料も残されています。T-54 は、誕生以降、T-54、1型、2型、3型など、次々と発展型を開発。1950年から1957年にかけては、毎年1000から2600両生産していました。T-54 は、1957年になると T-54B が登場。この T-54B をベースに開発されたのが T-55 です。T-55 は、1958年以降に生産され、1960年、1961年には、毎年2000両以上が生産されていました。ようわからんけど、すごい大量に生産したんやな。T-54 はソ連国内だけで1万6000両余り。当時のポーランドやチェコスロバキアで生産されたものを合わせると、合計で2万両余り生産されました。そして、T-55 も大量に生産され、ポーランドやルーマニア、チェコスロバキアで作られたものを合計すると2万3000両生産されたと言われています。もちろん、これ以外の外国でも生産されたものがあり、T-54、T-55 の推定されている生産数は、合計約10万両とも言われています。ちょっと待って。10万両って、桁がおかしいやろ。T-54 は、全長 6.2 メートル、幅 3.3 メートル、高さ 2.2 メートル、重量は36トンあります。主砲は、56口径の100ミリ砲を搭載。砲塔には 12.7 ミリ機銃、主砲の横に 7.62 ミリ機銃があります。さらに、操縦手が使用する 7.62 ミリ機銃を搭載していました。一方、T-55 は、全長 6.2 メートル、幅 3.3 メートルと、T-54 と同じ。高さは、2.35 メートルと、15センチ高くなっています。重量も、T-54 と同じ36トン。主砲も T-54 と同じサイズ感の56口径100ミリ砲を搭載。砲塔部分に搭載された機銃も同じで、運転手が使用する 7.62 ミリ機銃だけは搭載されませんでした。スペックだけで見分けるのは難しそうやな。見た目もサイズ感もほぼ同じの双子戦車となっており、この動画では特に見分けるのが難しいとされる T-54 3型以降と T-55 の見分け方を紹介します。まず、T-54 と T-55 で、最も大きな違いは、砲塔上部にある構造です。T-54 には、攻撃した際に発生する煙を車外に排出する、ベンチレーターと呼ばれるドーム型の排煙機がついているのですが、T-55 にはついていません。つまり、砲塔上部に、この構造が確認できれば、T-54、なければ T-55 ということになります。砲塔にドームがついていれば、T-54 ということやな。次に、大きな違いとして、砲身の先端部分が異なります。T-55 は、砲身の先端部分に、エバキュエーターという排
塩基がついており、太くなっています。これはわかりやすい特徴やな。次に異なるのは、車体前方の溶接部分です。T54 は、車体の上下構造をパズルのように組み合わせて接続しているため、曲がった溶接模様が確認できます。T55 は、この部分がフラットになっており、溶接模様は一直線です。曲がった模様があれば、T54 ということやな。そして、車体前面にある、ホクロのように見える穴。内部には、戦車を運転する操縦手が座っており、T54 では、操縦手が扱うことができる 7.62mm 機銃が搭載されていました。しかし、T55 からは、機銃は不要と判断され、穴はありません。車体に穴がなければ、T55 ということやな。補足としてもう一つ紹介すると、T55 は、砲塔右側に小さい穴があります。T55 世代では、核戦争による放射性物質の流入を防ぐ能力が求められたためで、この構造は、戦車内部の空気を浄化する装置が取り付けられた後になります。この構造は T54 にはないのですが、見る角度によっては全く見えないので、参考までに紹介しておきます。では、今まで紹介した特徴から見分けられるのか見ていきましょう。あかねちゃん、準備はいいかな？正直、10万両やら、核戦争やらすごい言葉が出てきて、ほとんど頭に入ってへん。基本的な違いさえ抑えれば大丈夫だから、見ていこうね。最初はこの写真。どちらの戦車かわかるかな？確か、砲塔に変なのがついとると、一つ前の戦車やから、T54 か？あかねちゃん、正解！ T54 の大きな特徴として、砲塔上部に、ドーム状の構造がついているよ。T55 には、この構造がないから、見分けやすいポイントだよ。次はこれ。あかねちゃん、わかるかな？これはさっきのあれやな。砲塔にドームがついてないから T55 や。正解！あかねちゃんが答えた通り、ドームがないよね。これは T55 だよ。砲身に、特徴的なエバキュエーターがついているのも忘れないでね。想像していたよりも簡単やね。次も当てるで。次はこれ。どっちかわかるかな？急に難しいやつ出してきたな。確か、車体は溶接と機銃なんやけど。あかねちゃんが言ったように、車体は溶接と機銃で見分けられるよ。この写真の戦車は、車体に曲がった溶接模様と機銃の穴があるよね。これは T54 だよ。T55 は、溶接模様はまっすぐで、機銃の穴がないよ。そうやった。溶接の跡は薄いし、穴は小さいから難しいな。次はこれ。もうわかるよね？まず、砲塔にドームがないな。それに、機銃の小さい穴もない。溶接跡もまっすぐ。この特徴は、間違いなく T55 や。大正解！ T55 の特徴をよく見分けられたね。あかねちゃんが答えたように、ドームがなく、溶接模様もまっすぐで、機銃の穴もなければ T55 だよ。あと、砲身にエバキュエーターもついとるな。見分けるのが難しいという割に、簡単な気するな。次で最後、この戦車はわかるかな？まず、砲身にエバキュエーターがついてるな。そして、砲塔にもドームがない。これは T55 や。正解だよ。でも、あかねちゃん。この戦車、不自然なところあるよね。あれ？溶接部分もまっすぐやし、特におかしなところない気するけど。この T55、車体のところに機銃の穴があるよね。そうや、T55 には機銃の穴がないはずや。どうしてついとるん？実は、今まで説明した特徴は、間違ってるところも多いんだよ。ここからが、T54 と T55 の見分け方が難しいところになるんだけど、初期に生産された T55 の中には、この戦車のように、車体に、機銃の穴が存在しているの。その初期型の中には、T54 と同じように、砲塔の上部のドーム構造。つまり、ベンチレーターがついているタイプがあったらしいの。それ、T57 と何が違うん？これだけじゃないのよ。T54 は、それ以外でも大量に生産されていたんだけど、チェコスロバキア製の車体は、
T55 と同じような上下構造で作られていて、溶接模様もまっすぐになっているの。もちろん、主砲先端のエバキュエーターも例外じゃなく、T54A 以降、つまり T55 のベースになった B 型にも備わっているよ。全部ひっくり返してきたな。T54 と T55 の見分けが難しい理由は分かったかな？結局、何を基準に見分ければええの？例題のように、機銃の穴があっても、砲塔にドームがなく、溶接模様がまっすぐだったら T55。砲塔にドーム構造があれば、単純に T54 という見分け方でいいと思うよ。初期の T55 の砲塔には、ベンチレーターがついていたんだけど、その後の改修で取り外されたらしいの。簡単やと思ったのに、急に自信なくなってきたわ。安心してほしいのは、博物館に展示されている戦車の説明も間違ってたりするよ。それはそれで問題やろ。ロシア語のウィキペディアで掲載されてる写真も普通に間違っているからね。何やってんねん、自国の戦車間違うたらあかんやろ。なので、T54 と T55 は、まとめて、T54、55とひとまとめで呼ばれることも多いよ。なるほど。そっちの呼び方の方が無難やろな。開発されてからすでに半世紀。T54、55は整備がしやすいなどの理由で多くの国で配備されており、今後も広く運用され続けることになります。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。